SEO って初心者にでもできますか？はい、可能です。我を捨てたら悩みが消えた。すごいことに気がつきました。苦しかった原因は我。悩んだ原因も我でした。すべての苦難は我から生まれます。自分自身は無です。無になると我が消えます。我がなくなったら、すべての悪因縁も無に帰しました。差をつけると辛くなる。人に差をつけたがりますが、差をつければつけるほど悟りから遠のいて苦しみが生まれます。辛くなります。なので差をつけることは必要ないし、良くないことなのです。一番差をなくす方法は神と一体になることです。神と一体なら差があるはずありません。人は神の子で、分け御霊をいただいてます。神の一部ですから、我は神なり愛と光なりと言うと、体から力が抜けて悩みから解放されます。自分は無であり、すべては神と守護霊のなせる技。自分は何もできませんが、素晴らしい仕事は自分がやっているのではなく、神と守護霊がやっていたのです。そして自分が神の一部なら、すべての人も神の一部です。今日は悟りの話です。では今日も素敵で有意義な一日をお過ごしください。最後まで見てくれてありがとう。このビデオは毎日発信してます。チャンネル登録して明日も聞いてくださいね。きっとあなたに幸運が訪れますよ。